もう間もなく新体制発表会が始まりますが、今その新加入の選手たちがスタンバイをしている状況です。小池選手、見てみましょうか。何度も新加入会見何度か出されてられてると思いますが、緊張するものですか？そうですね、まあそのサポーターの方とかに、まあ、お披露目じゃないですけど顔合わせるタイミングだと思うので、まあ、そういう意味で引き締まる思いがあります。なんか挨拶を掴んでやろうと大体もうニックネームでくださいみたいなことを今までずっと言ってきたんですけど、まあ、今回はまあ以前在籍させてもらってたんで、まあしてくださってる方も多いのかなと思うので、まあ言わなくてもいいかなと思ってるんですけど。安西選手にもお話聞いてみましょう。新加入発表会もう間もなく、緊張してます。どうですか？緊張してます。何を歌い合って本当にずっと緊張します。どんなことを喋ろうと思ってるんですか？いやもう緊張すると噛んじゃうんで、なるべく短く簡潔に、簡潔にね、やりたいと思います。短めにいこう。なんかこう、こういう一言で印象付けようとか。いや、大丈夫です、はい、プレーの方で印象付けれればね。大丈夫です。いいですか？緊張してます。だいぶこのメンバーの中にいるとまたちょっと緊張しますよね。はい、緊張して噛みそうっす、マジで一応こう準備は整ってるんですか？あれを言おうっていう。いや全然です、もう短くステージに上がってから考える感じ。はい、笑顔はじゃあでも忘れない感じですね。いや笑顔出ないと思います。今社長が来ました。社長にプレゼント。お前らちゃんと気の気だと言えよ。どうですか？森田幸喜です。よろしくお願いします。許さない。大学卒だから分かってる。はい、ちゃんと。安西社長はやっぱりきちんとこうプレッシャーかけておいた方がいいものですか？うちの子供だからね。ちょっとやってくれると思います。川野選手もいました。なんか余裕の感じですね。いや余裕ってなんですか？余裕ってなんですか？緊張とかもあんまりしない。もう緊張はしないですよ。もう大人になりましたから、さすがに。ちょっと今日すごい豪華な場所での本当ですね。すびっくりします。だからちょっと緊張してきましたねこんなすごいところで。すごいな、すごいことになってます。はい、そんなプレッシャーかけないでください。これからなのに。期待してますんで、はい、ありがとうございます。本当に期待してます。はい、頑張ります、はい、頑張ってください、はい。